でも聞いてください。私は UFO を呼んだことがあると思うんです。一度 UFO を呼んだことがあるんです。 UFO って見たことがありますか？私のところに来たんです。私の内臓を14個も取っていったんです。だから私はラグナロクが来ると思ってるんです。ラグナロクが来るかもしれないみたいな。知ってますか？師匠が我々を操ってるんです。師匠が操ってるんです。我々のゲームの中にいるんですよ。うわー、これ絡まれたらきついか。きつそう。確かに病院直行きみたいなキャラになるな。俺なんで変なキャラ作るんだろう。いや、なんかね、笑い声とかもね混ぜようかと思ってたんだけど、なんかこのぐらいのテンションの方が絡みやすいからいいなと。喋ってる途中で突然なんか笑い始めたらおもろいと思うんだけど、ちょっと怖すぎるわ。毎日体に塩じゃなくて砂糖を塗ってるんです。ラグナロクが来ますよ。ほら車が宙に浮いてるじゃないですか。いや、怖いな。ちょっと歩き方だけちゃんとしよう。スケアド。あ、いい。これ。じゃあみんなよろしく。お願いします。お前まずいぞ。おい、ダブルロックインされちまった。お前史上初だぞ、ダブルロックイン。すべてのリーガーなんだ。ちょっとスティーブ一人しか登録されてない。俺マジでもらったことないっけ、こんなに。どうしたの？デジタルじゃんけんに気をつけてください。え？デジタルじゃんけんが始まろうとしています。デジタルじゃんけん？デジタルじゃんけんって何ですか？とても怖いものです。具体的に言うと？世界が滅びようとしています。本当？怪しいな。怪しくはありません。ただ私はみんなにデジタルじゃんけんの警告を鳴らそうとしているだけです。市長が見てるんです。あ、私は抵抗しません。なぜなら、あなたを守りたいからです。怖い。他の人から聞かれたらデジタルじゃんけんが来ていると伝えてください。どういうこと？危ないです。みんなに教えてあげてください。いや、でもね。違う、あのね、じゃパキチさんはめちゃくちゃ真面目なんよ。こんな違う、あれがね普通の反応、あれが普通の反応で、あれが正しいの、わかる？そうなんだ、わかりました。正しい。はい。みんなには言っておいてほしいことが一つあります。お、何ですか？デジタルじゃんけんには気をつけてください。お、いや、ちょっと申し訳ない。ちょっと俺の両親がすごい今痛んでる。もう両手使わないで上がってくな。
いや面白すぎるわ本当に。みんないい反応してくれてありがたいわ。俺も両手使わずに下がっていくスティーブ、脚力もう2人分ぐらいあるぞ。もしもし、タクシーを呼びたいです。タクシーですね。はい、ちょっとモナピー、実はあのタクシーを辞めたばかりでして。そうなんですか、大丈夫、はい、あ、でも困ってたら行きますよ。本当ですか？ここですか？最後にお願いしてもいいですか？え、はい。8251ですね。はい。わかりました。のところです。了解です。お待ちください。ありがとうございます。タクシーやめたんだ。かわいそう、スティーブが最後の客とかもハズレ中のハズレやん。申し訳ないことしたな。確かにやめてよかったと思うかもしれないね。こんなのが乗客になるぐらいだったらやめた方がいいわ絶対。タクシーな、昔入ったような入ってないか誰かのところで見たような気もするんだけど。ヘリ使いたいなら買ってね、もぼみ。ああなるほどね、救急隊のヘリ使えないと。なんかちょっとダクソとかである、なんかそういうメッセージ性のあるものみたいな感じな。Hello?9071に来てください。9071、待って待って、私今あの助けてる、後でもいい？後ででも大丈夫です。 OK OK バイ。やばい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 、墜落する墜落する。9071に来てください。俺が電話したから、俺が電話したから、もしかして。危なさすぎるでしょ。